アラン・タムは、イギリスと香港の歌手、俳優、実業家、香港芸能界、音楽界を代表するスーパースターである。1970年代に、アジアのビートルズと呼ばれ、香港のみならず台湾、タイシンガポールなどでも人気のあったバンドウィナーズのボーカリストとして活躍していたが、同バンド解散後ソ揃え、転校。1979年にファーストソロアルバム。 半星をリリース。1980年、愛、至るおこり鏡。1981年、忘れ、不良などのヒット曲で、ソロとしても順調なスタートを切り、1984年のアルバム、愛的根源以降は、香港男性歌手のトップとして、いわゆるベスト10などの賞の常連となる。日本音楽界との関わりもあり、1984年には、 谷村新司が提唱したアジアの音楽祭パックスムジカに参加谷村や張四ピルと共に東京での第1回パックスムジカのメインアクトを務めた。この年には芹沢博明作曲による日本語曲夏の寒風で日本デビューをしている。その後も日本人作曲家によるオリジナル曲や日本のヒット曲の関東語カバーなどをヒットさせている。 1989年の第40回 NHK 紅白歌合戦には、その年の香港での大ヒット曲、愛念で出場し、関東語、日本語歌詞混合で歌った。1980年代には、レスリーちゃん、アニタムイ、サミュエルホイ、ビヨンドラと香港海洋会を引っ張ってきたが、1987年に賞ーレース不参加宣言をする。 背景には特にレスリーちゃんとのトップ歌手争いや彼らのファン同士の確執があったものと思われる。現在でも歌手活動を続けており、2021年5月、現在125枚のアルバムを発表しており、またライブ活動にも積極的に取り組んでいる。ウィナーズ解散後に台湾で出演した1981年の映画、屋上が絶的で、金馬、 進むの主演団優勝を受賞。1980年代1990年代にかけて俳優としても活躍した。シリアスなドラマやアクション、コメディと幅広いジャンルをこなすが、心優しい、お人よしの高青年がハマり役。ジャッキー・チェニア・早見優との共演作もあり、それらの主題歌もヒットした。また、親友であるエリック・サントの名コンビぶりは大人気となり、 数多くの映画を制作、共演している。ありがとうございます。